福山の大先輩、イブセマスジの黒い雨、高校時代に読んで涙しました。二度と核兵器であろうが原発であろうが、絶対にこれ以上被爆の被害を出してはいけん。こういう思いで大学に入ってから政治家になること、それも広島市長か広島県知事か広島県選出の国会議員、特に政策が取り組める参議院議員としてやるんだと25年前に決意をいたしました。今回万里さんが有罪になったこの機会、私佐藤修一、しっかりと25年来の心はしっかりと訴えてまいります。そして私佐藤修一、選挙制度また例えば月収とか、あるいは高級官僚とか、あるいはそれこそタレントとか、そういう人ばっかりが議員になりやすくて、例えば介護現場、医療現場、あるいは保育士現場、本当にコロナで介護の現場、そういった人たち、社会的に弱い立場の人たち、あるいは女性の方々、そういう方々がなかなか立候補しにくい、そういう状況になる、弱者の声が届かなくなる選挙制度がこの小選挙区制で、しかもおまけに供託金が300万円。私は今回本当に皆様からの寒波で、私の政治姿勢をご支持いただく寒波で、方々の個人の寒波でようやっと集めました、寒波等で集めました。しかし大変なことです。お金がなけなりゃ選挙に出られん、こんな国は本当に民主主義国家と言えるんでしょうか。こんな国、まともな民主主義国家ではありませんよ、いませんよ。他の国では堂々と参加できる政治にしていく。やはり河合案里さんの事件、結局は政策が不在、ここに原因があります。私自身10年前に案里さんと対決するために当時勤めておりました広島県庁を退職して挑みました。案里さん、ほとんど政策は訴えられない、とにかくビラや縦看板見てしまったわけであります。そうだ、それをこの二度と広島から、案里さん、あるいは克行被告の政策中心でお金がなくても堂々と参加できる政治、それを可能にする制度改革、これが必要なんです。与党も野党もこれは今回言っていません。佐藤修一頑張れ。ありがとうございます。私佐藤修一、果敢に政策論争を挑んでまいります。与党か野党か、そういうことじゃない、参議院は特にそうなんです。なんで衆議院と参議院があるのか、これは衆議院をチェックするために参議院があるんです。政党のに入るなと、参議院議員が政党に入るなとまでは申しませんが、しかし政党にとらわれる、例えば菅さんなり、枝野さんなり、衆議院議員ですよね、衆議院議員である、政党の党首、あるいは総理大臣、この言いなりにならないというのがもう参議院議員の条件だと思うんです。政党から、政党交付金からお金をもらっていたら、例えば、野党が政権を取っても、じゃあ野党からお金をもらってたら、それこそ、じゃあ参議院議員らしい仕事はできません。万が一政権が脱線していった時にガツンと物を言う、これが参議院議員の役目なんです。そうじゃなきゃ参議院の存在意義はない。私佐藤修一、実は今回野党の方からいろいろお前は降りろ、こんなことも言われました、あるいはお前とは縁を切る、こんなことをおっしゃる野党の党員の方もいらっしゃいました。しかし私はそれは違う、参議院選挙というものは衆議院病院がチェックし合う、衆議院が足りんところを補う、思い切った給付、これをやはり一定程度落ち着くまでやっていく、そして消費税を含む消費税もゼロにしていき、そして、こういう消費税、おかしい消費税ですよ、例えば生理用品や赤ちゃんのおむつやら、今貧困で問題なんて生理用品、こんなものが 10% で
超大金持ちのお弁当が例えば 8%、本当にもう税制としてもおかしいことになっています。アメリカでは今イエリン財務長官が法人税、もう引き下げ競争はやめようと、これからはもう法人税意味ないじゃないですか。そうだ、まあ、いろんな負担減免含めてやっていく。そして私佐藤修一、まあ介護士として本当に介護現場の、国会議員ぜひとも広島から出していきましょう。まあ、ケア労働の、現場本当に大変です。ただでさえコロナの前から大変だった例えばホームヘルプの現場、本当に高齢化が進んでいます。若い人が給料が低いからやらんけいです。そうなると年配者ばっかりになる。そしてコロナの下で怖くなって辞めていかれる方も多くなる。私の、友達の、訪問介護の方からいただいております。そして私自身、労働組合入ってますが、そこでは非正規の方、役所の非正規の方が働く方一緒にさせていただいております。まあテレビ等でも報道されました。ハローワークや DV 性暴力被害婦人相談員の方、あるいは学童保育とか、まあ、いろんな現場の方、本当にコロナの下で本当に悩みの相談あるいはケア等大変です。なのに本当に給料が低いという状態、そういうものを改めて介護現場出身の私佐藤修一が広島から当選すれば大事件になります。おそらくこれは史上初のことです。河合安里さんの事件で大恥をかいてしまった広島県、ぜひ全く新しいことをやらかして全国の皆さんをあっと言わせましょう。佐藤修一、介護現場の経験、そしてまた県庁での、過疎地での貧困を防いでまいります。原発をなくす、放射能汚染水は断固反対、方の、そして小選挙区制含めて、庶民を政治から遠ざける制度、変えていく、そしてまた、貧困を防いでいく、この三本柱、私佐藤修一、与党か野党か、そういう構造に巻き込まれずに政策中心で頑張ってまいります。もちろん人権腐敗は問題大事ですが、政策がないところに人権腐敗ウイルスが入り込む余地があるんです。そのことを皆さんに、よくよく皆さんにも、お伝えしていきたい。県内隅々までお伝えしていきたい。そのように、思って頑張ってまいります。まあ、最後になります。広島から核も戦争もそして原発も環境破壊も貧困もない世界を作る25年代の私の信念、今回の参議院広島再選挙で最後まで貫いてまいります。一緒にこのことを、広島から世界に発信していきましょう。頑張りましょう。頑張ろう。皆さん、お集まりいただいてありがとうございます。まあ、少々また事務連絡等もございますので、また、お知らせをします。それから、出発ということにいたします。じゃあ、皆さん、いや、ありがとうございます。それでは選挙カーの方にね、この選挙カーを、選挙カーもね、今回徹底的にね、お金をかけないということにしています。今回の、選挙運動のコンセプトは河合安里さんと全く正反対の政治、政策中心で徹底的にお金をかけない、看板もつけずにポスターだけを車の方に貼っていくということになります。
それぞれ、ね、車の前の方にね、移動してまいりますんで、それからちょっと個々に事務連絡がある皆さん、ビラにね、消費を貼ることをね、お手伝いいただける方、ぜひね、またお願いしたいというふうに思います。こんなにね、本当は使わないんですけどね。あ、車。じゃあ行きましょう。ちょっと。それではね、移動をね、してまいります。移動してまいります。いや、もうね、選挙運動をね。選挙運動をね、しながらね、行くということになります。原発、伊方原発等の一票は加藤修一、広島から発信します。どうも被爆者、広島、長崎、ビキニ、そしてチェルノブイリ、そして福島を繰り返さない、この原爆の前、原点からまず出発いたします。佐藤でございます。佐藤修一へ、伊方原発等の一票は佐藤修一へ、よろしくお願いします。伊方原発の海洋放出等の一票は、佐藤修一へ、よろしくお願い申し上げます。それでは、ポスターをね、ここに貼って、ここにね、このタクシーに、ね、タクシーで、そう、このタクシーにね、ポスターを貼っていくから。今日はどういうタクシーですか？で、横側、この後横側へ参ります。これ、外れやすい。この後横側に行ったりで、はい、横側に。で、それから赤南で、ちょっと赤南で、南下から南へ。10年前からアンジさんに対決してたら、ずっと演説してますから、ね、ビラオじゃん、ビラオじゃん、ちょっとあれに、あ、すいません、あれ、岡本さん、あ、ビラオ持ってる、ビラオ、you
Okay. Okay.